こんにちは。ゆっくりロジャーです。こんにちは。ゆっくりラサです。ゆっくりテニスチャンネルへようこそ。今回紹介するのはあの錦織圭。おお。怪我での離脱が随分長引いてしまっていて心配だが、やはり彼のプレーを応援するのは日本のテニスファンにとってひときわ熱が入るところ。復活への道は険しいものだろうが、少しでも多くの人に応援してほしいと思って解説をまとめてみたよ。錦織って何がすごいの？という人にもぜひ見てほしいよ。錦織は身長178センチ、その辺を歩いていたらちょっと背が高いくらいの部類だが、世界のテニス界では小柄と言っていいだろう。あらま。しかしそれを補ってあまりある素晴らしい能力を持っている。今までに残した成績もすごいものだ。男子テニス選手として日本はもちろん、アジアでも史上最高の選手と言えるだろう。すごい。それで錦織って何がそんなにすごいんだい？それはボールを打つのがうまい。え？ボールを打つのがうまい。ちょっとロジャー、テニス選手なんだからボールを打つのが上手いのは当たり前じゃないか。違うんだ。え？テニス選手の中でも抜群にボールを打つのが上手い、それが錦織圭なんだ。なんだって。その高度なヒッティング技術があるからこそ世界のトップレベルまで上り詰めることができたんだ。おお。錦織のショットといえば。わあ、ジャンピングショットのエア系が象徴的なように。肩にはまらない自在なスイングが魅力だ。かっこいい。錦織が少年時代に最初に好きになった選手はヒシャム・アラジらしいが、渋い子供だな。ちょっとプレイを見てみよう。小柄ながらダイナミックで自在なラケットワーク。こちらは錦織だが、なんとなくスイングや体さばきが似ているような気がするね。へえ。ちょっと脱線してしまったが、しかしテニスにおいてボールを打つのが上手いとはなんかいい感じに打てるということだけではない。というと、一つは本来難しいライジングでボールを捉え、早いタイミングでボールを打てるということ。すなわちそれは高いポジションで打てるということでもある。ポジションがこのように低ければ相手を動かせる範囲はこの程度だ。しかしこのように高い位置からであればより角度をつけて相手を動かすことができる。また相手の時間を奪い余裕を与えないことにもなる。なるほど。ちなみに実際のテニスコートはもっと縦長ですがご了承ください。そしてもう一つはコースを変えられるということだ。コースを変える？テニスのプレーにおいて簡単なのは北方向にボールを返すということだ。しかしそれでは相手に脅威を与えることはできない。自分から積極的にコースを変えて打つことによって相手をより動かしオープンコートを狙うことができるのだ。ふむふむ。早いタイミングでコースを変えて打つことができる。それはより広角にコートを使い攻撃することができるということなんだ。なるほど。その点を踏まえて錦織のプレイを見てみよう。おお、早いタイミングでコースを変えている。そうだろう。このシーンもリターンからだが、ポジションを上げてコースをついていき、息もつかせぬ攻撃だ。早い。このように錦織は早く広角な展開力で相手を攻撃していくことができるんだ。それは自分より相手をより走らせるテニスとも言える。実際に準優勝した2014 US オープンのベスト4の選手の中で、最も1ポイントでの走行距離が少なかったのは錦織だそうだ。へえ。しかしいつも相手を押し込み高いポジションを取れるほどテニス界は甘くない。ほう。ジョコビッチとの息詰まるラリーでペースを握られるが、お、ものすごいライジングのバックハンドダウンザラインだ。すごい。これはおそらくフォアのスライスショットをジョコビッチがクロスに返球することを呼んでいたのではないだろうか。なるほど。このように姿勢からでも反撃する機会を見極める素晴らしい判断力も持っているんだ。賢い錦織。そしてこの素晴らしい両手バックハンドも錦織の武器なんだ。世界トップレベルと評価する人も多い。おお。この強力なショートクロス。角度がえぐい。今度はダウンザラインにエースだ。お見事。バックハン
ンドでもすごく広角なんだね。そうなんだ。そしてバックハンド、特にダウンザラインは勝利の鍵を握る非常に重要なショットだ。どうしてなんだい？まず前提としてどんな選手でもフォアハンドの方が強いものだ。バックハンドの方が安定している、という選手はいても攻撃力があるのはフォアハンドなんだ。ほほう。なのでお互いのフォアサイドを避けてバックサイドでのラリーはよくある展開だが、もし相手が絶対にクロスにしか打ってこないとしたらどうするかな？もうフォアで待っちゃうかな。そうなんだ。バックのダウンザラインがなければ容易に相手の攻撃を許してしまう。しかし、ダウンザラインを打てればフォアサイドを広く取りたい相手には致命の一撃になるし、おお。相手が警戒してフォアサイドを狭めれば相手の攻撃する機会を減らすことができるんだ。なるほど。しかしクロスに打つのに比べダウンザラインは短い距離に収めなければならず、ネットはサイド側に行くにつれ高くなるので難しくリスクの高いショットだ。またこのようにクロスに返球している限りはポジションに戻る距離は少なくて済むが、ダウンザラインが相手に捕まってしまった場合、大きくリカバリーしないといけないというリスクもあるのだ。リスク多いね。しかしこの危険を乗り越えずして世界では勝てないのだ。おお。特に錦織はパワーもリーチも外国人選手に比べ劣る。相手より難しいことをやって勝つ、それが錦織系のプレイなんだ。かっけえ。今のセオリーを踏まえてこのプレイを見てほしいよ。5時間の死闘の末、ファイナルセットテンポイントタイブレイク。相手サーブで錦織から見て7対8とマッチポイントに等しいポイントだ。ひえー。途中で止めてしまうが今のプレイをもう一度見てほしい。ほう。対戦相手は渾身のショットをバックサイドに送り、錦織はなんとかクロスにしのぐが、待っていた相手にさらに攻撃されてしまう。あわわ。そして。うわぁ。今のプレイ、お分かりいただけただろうか。相手は先ほどのプレイに続いてさらに攻勢を深めようと錦織のバックサイドに強打。次こそ仕留めるとクロスの返球を待っている。しかしまさかのダウンザラインだー。うおー。どうしてこの状況でダウンザラインを打てるんだー。こんなに厳しい球を打たれているのに。こんなに押し込まれているのに。タイブレイク7、8なのに。しかしこれこそが錦織の強み。相手の想定を超える、セオリー以上のものを見る戦術眼。高難度のショットを成功させる技術。大舞台にひるまない勝負度胸を持っているんだ。おお。そしてなんと錦織のファイナルセットの勝率はテニス史上最高。なんと。その勝率 74.9%。すごい。5セットマッチに限れば驚異の 83.3% だ。おかしいだろ。これはとんでもない数字だが、私が思うにここまで高い勝率を生み出しているのはただ勝負感やメンタルの強さだけではないだろう。ほほう。一つは先ほども説明した相手をより走らせるプレイスタイルだ。あ、なるほど。相手を動かす能力の高い錦織との試合では3セットマッチでも相手の方が明らかに疲れているのがわかる時がある。これがファイナルセットの勝率に影響している可能性は高いだろう。ふむふむ。そしてもう一つ考えられる理由がある。まだあるの？そう、それは錦織の引き出しの多さだ。錦織は非常にプレイの幅が広く、それが駆け引きの強さを一層際立たせている。これはツアー初優勝の時、18歳の錦織。若い。フォアで叩くと見せかけての、得意のドロップショットだ。鮮やか。そしてファイナルセットのリターンゲーム。もう一度同じプレイ。おお。そして同じゲーム。なんと今度はストレートにスライスショットでエースを取る。相手は頭にドロップショットがあるので、完全に逆に動いてしまっている。勝負を決めるサービスブレイクを果たすんだ。おお。18歳にしてトップ選手を翻弄する技術と発想を持っていた錦織。すごい。トッププロの拮抗した試合では両者の総獲得ポイント数にほとんど差がないことは多い。その中では勝負どころのほんの1ポイントを取れるかが勝敗を分けるんだ。その1ポイントを取る術を錦織は持っているんだね。そうなんだ。ここぞのダウンザラインやドロップショット。あるいは必殺のリターン。おお。あるいは意表を突くサーブ&ボレーかもしれない。鮮やか。勝負の駆け引きとプレイの選択肢に長けた錦織は、ここぞ、というところでまさに切り札を切ることができるんだ。
痺れるー。いかがだっただろうか。なかなか語り尽くせないところではあるが今回は以上だよ。少しでも錦織の強さ、凄さが伝わったら嬉しいよ。みんなで錦織を応援しよう。頑張れ錦織ー。